こんにちは、ビーレジェンドの辻本です。今日は筋トレ1年目に知りたかったこと3選についてお話しさせていただきます。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日は筋トレ1年目に知りたかったこと3選という内容なんですけれども、このお話しする中で、1年目にこれ知っときたかったなみたいなことを、今回ね3つ考えたわけなんですけれども、私も20年近くトレーニングやってまして、5年10年経ったからどうっていうことではなくて、筋肉はですね年齢関係なく年々成長し続けますし、またですね、人生において今日一番若い日になりますので、ぜひですね引き続き筋トレ頑張っていただければと思いますし、私も頑張ろうと思っているんですけれども、1年目の方はぜひですね今回のお話を参考にしていただければなと思いますので、お願いします。それでは3つということなんですけれども、結構これね悩んだんですけれども、早速1つ目、筋トレ1年目が一番筋肉がつきやすいということです。これはですね、当時は本当にずっと筋肉と同じようにやっぱりつくと思ってました。日々ですね、いろんな研究もされていて、筋肉というのは未知なんですけれども、筋トレ歴と、筋肉の成長、1年間につけれる筋肉の成長っていうのは、関係性があると言われているので、本当にねこれを知っておけば、意識的なものなんですけれども、その時に筋トレの取り組む姿勢というかですね、変わってたのかなというふうになつくづく思います。決してその時、無駄にしてたってわけじゃないんですけれども、一日一日ですね、今が一番筋肉がつくんだったらっていうふうな、意識でトレーニングするのと、何も知らないでトレーニングするのとでは、筋トレに取り組む意識的なものが変わるんじゃないかなと思って、今回一つ目に、この内容をお伝えさせていただきました。ということで、筋トレを始めて、1年から3年ぐらいがですね、一番こう筋肉が成長しやすい時期と言われてるんですけれども、これは遺伝的な要素とか、その他様々な要素も含まれるので、絶対っていうことではないんですけれども、筋トレ歴が長くなれば1年間に増やせる筋肉量っていうのも少なくなるっていうのは、これは現実的にありますので、私自身も今思うと、筋トレし始めの時っていうのは結構体が変わったなと思います。今思えば、最近なかなか体って変わらないなというふうに感じますので、そういったことも関係するのかなと、つくづく思うので、筋トレ1年目が一番筋肉が成長するというところでお伝えさせていただきました。2つ目、フリーウェイトでコンパウンド種目をやり込む。これはですね、ちょっと1番に言った内容に続く形になっていくんですけれども、まずフリーウェイト、不安定な状態で重さを持ち上げたりっていうところになるので、全身のバランス、多くの筋肉を必要とします。でさらにコンパウンド種目となると、2つ以上の関節が同時に働く、種目のことなんですけれども、2つ以上の関節が動くということは、同時に鍛えられる筋肉も多くなるということです。多くの筋肉を使うということは、それだけ重たい重りを扱って負荷をしっかりかけ入れるということなので、大筋群を中心として、一度にたくさんの筋肉を動かせるということなので、筋肥大は非常に効率的なトレーニングになるのかなと思います。当時はですね、マシンを中心にトレーニングしていたんですけれども、マシンはマシンのメリットもあるんですけれども、私自身は当時好きな種目ばっかりやっていました。ベンチプレスを中心にやってたりとかですね、上半身のアイソレート種目ですね、単関節種目と言われる種目であったり、腕の種目とか、何も考えずにちょっと行ってたんですけれども、やっぱり今考えると、筋トレ歴ですね、浅い間に、しっかり基本的なコンパウンド種目をフリーウェイトで、きっちり行っていれば、もう少しこう体つきっていうのも変わってたのかなと
というふうに感じたので、これ2つ目でお伝えさせていただきました。3つ目、適切なボリュームで筋トレをするということなんですけれども、これに関してはですね、筋肥大に必要な負荷、回数っていうところにおいては、だいたい8回から12回ぐらいできる重さ、セット数をこなしていくっていうのが、重要だと言われています。その、負荷ですね、負荷回数、セット数を合わせた総負荷数ですね、このボリュームっていうのを徐々に伸ばしていく、全身性過負荷の原則といって、少しずつ増やしていくことによって筋肉は成長するわけなんですけれども、当時はですね、振り返るとやっぱりね、マックス何キロ上がるかばっかりこだわってトレーニングしたのを思い出しました。特にこうベンチプレス何キロ上がるか、こればっかり意識して、トレーニングしたのを、思い出したので、ちょっとこうもったいなかったなというところで、もちろんですね、こうマックスいくら上がるかっていう、筋トレのこう男のロマンみたいなものっていうのはあるんですけれども、筋肥大を効率的に行うには適切な強度ですねの設定っていうのは非常に重要になってくると思いますので、マックスを上げるトレーニングっていうのも重要なんですけれども、ぜひ筋肥大をされるんであれば、ボリュームって言われる強度、回数、セット数っていうところを意識してトレーニングしていただくといいと思います。ということで、今日は筋トレ1年目に知りたかったこと3選ということなんですけれども、ぜひね、1年目の方は参考にしていただければと思いますし、それ以外の方でも筋肉においてはですね、先ほども言った通り、もう未知なことは非常に多くてですね、新たな、研究とか新しい発見がまだまだねされているので、その都度その都度ですね、知って吸収してもらって、自分のトレーニングに取り入れていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また Bレジェンドの公式サイトでも新商品の情報、セール情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。